こんにちは、こんばんは。今日は久しぶりにケセドさんのワールドに来ました。一部ご意見でじっくり紹介してネタバレしすぎっていう風なご意見が届いているので、今日は4つのケセドさんのワールドをあまりネタバレないように紹介していきたいと思います。そして最初に選んだのは金木犀というケセドさんの比較的新しいワールドになります。なぜ比較的かというと、ケセドさんは週に1個のペースでワールドを作ってるので、もう今新しいワールドができてるので、新作は新作なんですけれども最新ではないという感じになるんですけど、見てください。金木犀のパーティクルがすごいことになっておりまして、もうね、ツイッター界隈ではかなり話題で、もういろんな方がたくさん来られて、すごく写真を撮るワールドとしてもう有名になってしまったワールドですけれども、ちょっと出遅れた感ありますけれども、噂よりもさらに何倍も素敵。特にここの金木犀のこの感じ、花の真ん中がなんかね、オパールみたいな、こういう細かいところすごく凝ってるんですよ。そして皆さんもご存知、ケセドさんのワールドはクエスト単体でも来れるということで、もうこのワールドにいる私たちも光り輝くというような、もうケセドさんファンの皆さんはご存知だと思うんですけれども、もうこの世界観がもうすごいですよね。私ももうこの VR チャットを始めてしばらく経つんですけれども、やっぱり制作者の方の制作者の方の個性ってやっぱりワールド出るんだなーって。そして空の光がもうまるで天界につながるんですか風のでっかい天使の輪も見えるような、そんなワールドなんですけれども、すごいです。空もすごく綺麗で、色合いも緑とこのオレンジがコントラストがすごく綺麗なワールドです。ぜひ写真を撮りにケセドさんの金木犀のワールドいらしてください。それでは次のワールド行きます。続きましてのワールドはケセドの誕生というワールドです。多分私の想像では、間違ってたらごめんなさい、多分ケセドさんの初期の頃かなって思うんですけれども、ここも撮影にぴったりです。もうお分かりでしょうか。今日4つご紹介、この後2つご紹介するんですけれども、撮影におすすめのケセドさんのワールドを今日は4つご紹介しようと思ってます。2つ目はもうまるで来た人がみんなリトルマーメイドになれるワールドなんですけど、これ前々からご紹介したくて、私もライブ配信で使いたいと思ってたんですけれども、私が VR チャットを始めてすぐぐらいに来て、もう大お気に入りで、ケセドさんのワールドでこのワールド一番最初にお気に入りに入れた、色合いが大好きなワールドです。ここにね、カメラもあるんですけれども、これで構図をね確認したり、もちろん自分が持ってるカメラで撮影もできるんですけれども、このワールドに設置してるカメラで写真撮影ごっこなんかもできて、すごいんですね。今私たちはちょっと空中というか上の方にいるんですけれども、こっちから行くと下もね浮遊することができるんです。海を浮遊することができるの、すごいですよ。結構ね、ジャンプもめちゃくちゃ高くできるように設定してあるので今カメラも飛んでますけれども、こうね、上を見上げたところとか、さっきの場所以外にもこういうね、上をね見上げたところとか、どこに行っても写真スポットです。どこに行っても色が宝石みたいな、どこで画像を撮っても絵になるような、そんな素敵なワールドです。ものすごい大お気に入り。ぜひまだ来たことない方はいらしてください。ケセドさんの映えるワールドはケセドの空の島というワールドです。後ろに制作者のケセドさんのツイッターとかいろいろなものも書かれています。それではケセドの空の島をあまりネタバレにならないようにご紹介していきたいと思います。本当にね、ここも写真映えスポットのそんなワールドです。私がね、ちょっと私変わってるって言われるかもしれないんですけれども、すごい綺麗だなと思ったのはあそこの虹。リアルではなかなかお目にかかれないこの形の虹です。ここまで来てください。ここまで来ると円形の虹が見えるんです。ものすごい綺麗。ここでこんな感じで写真を撮るとかなり映えると思います。私、虹の中に入ってるでしょうか？もちろんね、ここのね、さっきスタートしたところの藤の花も綺麗ですし、大きな大きな、こんな桜も綺麗ですし、そして見てください。頭上には白い鳥が無数に飛んでるので、下からアングルで撮ってもすごく綺麗です。そして夕暮れ時なので空がピンクです。ピンクと水色が混ざったような空の色。ここで画像とか動画を撮ったら映えること間違いなしの、そんな京成堂の空の島ご紹介しました。ぜひお越しください。そして写真撮ってツイッターにアップしてください。ハッシュタグに京成堂さんの名前つけると京成堂さんも喜んでくれると思います。今日ご紹介する最後のワールドは京成堂の水中の家というワールドに来ました。ここまで紹介して言うのもなんなんですけれども、京成堂さんのワールドはどれも写真映えします。すいません。なんか写真映えするスポット紹介するよって言いながら、これも身も蓋もないと思うんですけれども、だからこそ選ぶのが大変だったんです。どれも写真映えするので、どこに行っても映えるワールドばかりなんですけれども、今日じゃあその中でどれかなと思って、季節的なこともあるし、同じもの偏ってもダメだしと、スタッフであれやこれや話し合って、今回この4つを紹介したんですけれども、最後にご紹介するのは、京成堂の水中の家。入るとすぐに見て、ここにひよこがいるのを、そしてこのひよこがめっちゃリアルに動くんです。もちろん京成堂さんのワールドなので、クエスト単体でも来ていただけることができるのに、このリアルなひよこちゃんめっちゃ可愛いんだけど、こんなのあるんですね。すごいかわいい。そしてここにはね、ペンギンがいるんですよ。見て。まだ入ってないのよ。水中の家の中にも入ってないんですけど、ここ見てください。ほら。そしてここには使用アセットが書いてあります。すごいですよね。すごいすごい。使ったアセットはね、ここに壁に書いてあるので、ワールド作る方は参考にしてください。そして、この方が京成堂さんです。立体ポスター。ちょっとすごい、やっぱり、あれかな、水中の家と言いつつも、いろいろな動物がね、いるんですよ。わー、綺麗！これぞ京成堂さん！パーティクルでできた木がある。これぞ京成堂ワールド。あっちにはパグとひよこがまたいたり、これぞ VR チャットですよね。リアルでさ、家の中で象を飼うなんて絶対ありえないじゃないですか。すごーい。そして見て、床に水の模様が映ってるところもすごく綺麗。この床を見てから上を見上げると、この家が水中の中に立ってる家ということを連想させるような、そういう感じになってます。すごいですよね。あ、外にも大きな象がいるっていうことは、この子は子供の象なんだ。そしてこのワールドは睡眠ワールドとしても有名ということで、こちらには寝室があります。判定がついているので寝ることもできます。いやらしいことはしないでください。そして壁にはゴッホの絵が、ゴッホの夜の絵が、すごいですよね。私、京成堂さんのワールドでこんな歴史的な絵画をあしらったこんなの初めて見ました。いつか私の絵も使ってくれたら嬉しいなぁなんて思うんですけれども、ツイッターを見てみるとね、ここで写真撮ってる人がやっぱり多いです。この光の木の下で。なかなかね、この夢の世界じゃないですか。あ、こういうなんか隠し技すごい好き。ここに亀がいる。見て、一見気づかないけど、ここに入ると気づいた。亀がいる。こういうところも肉演出。京成堂さんすごい。あ、そしてもう一個発見した。ここに京成堂さんの石膏像がある。素敵。そこにも。そして京成堂さんが小鳥持ってる。わあ、本当だ。あ、すごい。生き物がいっぱいいる家なんだ。リアルではトカゲ苦手だけど、ここなら大丈夫。そして隣の部屋にはプレイリストもあります。スクリーンもあるので、動画を鑑賞するワールド、ゆったり動画を鑑賞するワールドとしてもいかがでしょうか。ここに好きな映像を流して、映像の前で写真を撮るのもありだと思います。ここでここ VR の映像を見てくれた方は、ぜひぜひ Twitter につぶやいてください。あっちにはワンちゃんがいる。こっちには虎がいる。すごーい。虎もいる。虎もいるよ。すごーい。すごいですね。わ、手をなめなめしてる。リアルな時間もわかるようになっています。撮影してるのが深夜だということがバレバレな感じですけど、みたいな、そんな感じです。以上、気仙戸の水中の家を最後にご紹介しました。さっきも言ったんですけれども、今日4つご紹介したのはもちろん写真映えするスポットをちょっと選んでみたんですけれども、気仙戸さんのワールドはどこに行っても動画映え、写真映えするワールドばかりなので、またこれからもいろいろな気仙戸さんのワールドも含めていろいろなワールドをご紹介していきます。以上、この季節に行っていただきたい4つの気仙戸ワールドをご紹介しました。また動画でいろいろご紹介していきます。よかったらチャンネル登録とグッドボタンもよろしくお願いします。それではまたここ VR でお会いします。ありがとうございました。